エリカの部屋で待っていろ。千歳を呼んでくる。お兄ちゃんが行けって言った。だからってノックもせず。メメ私のついでにメメタン。待たせた。いや、お疲れ。なんか大変だ。およ。あらら。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃん。無理。メメタンは、私、この心の傷。エリカ。こいつに部屋に、お前も言う。この前、反対。それどこ。機嫌治った。さ、お兄ちゃん。うるせえ。シガのアカウントを知る依頼人からの要望。出たよ。シガはそれ。でもよ、ああ。だな。それよりさ。ああ。マジで。じゃあま、俺はリュウジとお嬢。さっき渡したはんで。三島。三島へ。もう分かっていると思うが、俺たち依頼内容は個人からの依頼も。おいおい教えた。ザクソンってのはリーダーの名前は ユーゴの思想に。今じゃそ、ザクソンはハッキング能力は俺たちがザクソンか。俺たちは事実俺たちのその点自分の悪。ちとせエリ、終わったらザ、リュウジがどこ行ったって。このネットか。生活費もか。バイトの女の子も。さてお嬢、板の説明ちとですよ。若くてかわ。さあこっち。おーい、そんじゃま、先輩であるこの俺が直々に新人慎んで拝聴した。何キョロキョロして。俺きおかしいな。じゃあ他の、うん、
話を戻すぜ。一見なん板の説明、板ってのはチームへの依頼はいろんなやつが依頼は誰がう、ただしどっから頼ま、自分で言うのもクラッキング対策。お前リフーディエで依頼ん、俺たちは、まあ俺の理由か。そう、何を隠そう。え、何その顔、ひょっとして、さすが。さてと、俺はその間、
お？俺かい？なに、俺はリュウジや千歳の馴染みでな。
近くに寄ったもんで、あいつら、そうか、イネ、エリカちゃんにも挨拶して、リュウジにはお前さんもなんてな。伊達美、いらっしゃいませ。何をお探しですか？お前な、連絡入れろって言っただろ。こっちは、俺今中野にいるんだ。お前無事だったの？何のんきな顔してんだよ。親友が大丈夫なのか？それでそのお前何か、ハッカーなんて、お前からアカウントを買ったやつらと同じ人種。そんなやつな、まあ、お前がそこまで…でも、なんかさ…そっか…なあ、何を驚いてんだよ。いや、それを…今度 K から連絡が入ったら…よし、じゃあ俺もう約束。探偵がご入り用ですか？ようこそ。どうぞお入りください。おや面白い。そうか、まだ名乗っていない。私はクレミ京子。見ての通り、この中野で探偵事務所を営んでいる。立ち話もなんだ。
とにかく。どうかしたかね。私と出会った時のこと。ああ、あの手のフィールドは、あの時は今、そうだ、君は、それは残念。君は、君があのまま新宿にいて、また違った運命の歯車が動き出し、はたまた、その場合、いや、せんないことだ。ここは単純明快に行こう。そうだな、二人の再会を。どうかしたかな。早く戻らなきゃ。そうか、どうやら取り込み中だったようだな。君とは縁。もし君が優秀な高校生の君、興味深い時期、もっともそれでは。私だってバトルできるもん。いらっしゃいませ。調子乗るな、ガキ。もうダメ。
よっ、依頼はどうだ？二つとも終わった？よーしよし。そしたらさ、お嬢とエデンに行って。エデンに俺のマルウェアが行く。俺もリュウジもザッてなわけで、マルウェアの点検も兼ねたパトロールを頼む。うん？お、心配すんな。お嬢にはもう、じゃ、よろしくな。いつからそこにって君一応聞くけど頭痛マルウェア千歳が向かっていろんな特技依頼がマルウェアたちもちろんエデンの運ナビット君ちゃんと聞いて プログラムが君は？うん、それじゃ。オッケー。何がってデジモンを改造しているって言ったでここを通過するこの子みたいに容量の多ほら仕事に戻りな次行くけなら何私にしてみれば誰が作ったのかもはだって私はロートルってデジモンが見つかってで今はデジモン私も戦うの、君は。とにかく。
このマルウェア、ここのマルウェア、検知不能の君、妙なもの。いるはずのないね。他にも、うん、興味ある。ああ、きっと猫。隠し部屋は電脳魔女だけど、ここの丸。ここが、嘘、見失っちゃう。いなくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。待って、でもこんなログも痕跡も。それなら捕まえた。驚いた。あなたの運命？はい、とにかく。私はみ、そう、この場所から、私自身。デジタルも、ここはデジタルは、さて、いえ。
デジラボのイレギュラー、しっかり最後に。発禁。でもあなたをここ、面白い。ここはあ、そちら、あなたはあの、いつでも覚えておいて。あなたがす、その力を。それじゃ、不思議な子。時を同じくして回り出した二つの運命は全く別の。この事象はおそらく私の予想を見定めさせてもらうとし。あ、戻っ。で、わからないで送ったのかって。私だって生き、後で君の。でも、うん、彼女が何者か、別に、君の話か、君が出会った。そう考え、電脳空間、このエデンで、よく考える、ね。あの猫、もう、準備はいい？まあまあ。大丈夫？何その、君と動かないで。怪我、うん、あたちをデジモンが、であたちクロウロウロして、それ故郷でも逃げ回って。故郷？そうですよ。あたちのこ、デジタル、うん、世界、やっぱあたちは詳しく。二つの世、きっとあたちは、あんた、へえ、こことは別の世界なんて。あたちはエラーなんてしてません。デジタル、うん、こんな行動、本当にデジ、この仮想空間にいるデジも、確かに自然発生。でもま、うん、信じてこ、別、じゃあ信じるとも言ってないよ。この件はほ、そ、でも私、私たちに、私、私、言っとくけど、私は当てにしないでよね。行くところがないなら、故郷へ、いいんです、押し切る。何、しょうがないでしょ、あんなに喜んでる。デジモンのくせ、でも、なんだか。あの子、叩いてごめん。でも、また、